応援入ってください。よろしくお願いします。せーのという掛け声で最初に中央に入っていきました。こちら甲信堂です。琴平地区琴平宮の甲信堂太鼓台、ええじゃないかという言葉とともに入ってまいりました。さあ書き上げ、あ、美しく綺麗に綺麗に書き上げです。ええじゃないかの言葉とともに甲信堂太鼓台書き上げが行われております。そして高らかに笛の音から続々と各々太鼓台が中央に進んでおります。それぞれの太鼓台書き合いでございます。皆様きれいに差し上がりましたら大きな拍手をお送りくださいませ。せーのという掛け声で中央に入ってきました。倉中太鼓台でございます。太鼓台実行員の皆さんは太鼓台がぶつからないように、気をつけて安全管理の方入ってください。お願いします。なかなか一度に会することのないこの、琴平町太鼓台ですが、大きな太鼓台これ一つ動かすのもとても大変です。皆様ですね、太鼓台こうググッと寄ってくることもございますので注意しながら観覧お願いいたします。太鼓台が出る進路を開けてください。そして高野部が入ってまいりました。琴平町琴平地区琴平郡高野部太鼓台、高野部かき上げながらの入場でもありました。こちら美しくかき上げました。差し上がった美しい様、皆さんご覧ください。続いて横瀬もきれいに差し上がりました。今年太鼓台を新調した横瀬太鼓台、加藤清正の虎退治、凛々しいハッピ姿、新調した横瀬太鼓台でございます。さあ真ん中におります倉中太鼓台、今年春日神社先どもを務めました倉中太鼓台、ゆっくりとそして惜しく掛け合いをしております。ソーラー刺した、ソーラー刺した、美しく掛け上がりました。素晴らしい。さあ太鼓台がぶつからないように気をつけてください。太鼓台をぶつからないように皆さんお気をつけください。そして写真を撮っている皆様も十分にお気をつけください。あまり近くには行かないようにお気をつけくださいませ。一つの太鼓台、大きな太鼓台は1トン近くございます。それを何十人、5、60人の若衆そして男性の皆様によって書き上げております。写真を撮られる皆様も、十分距離をとってお気をつけいただきながら撮影ください。さあ書き上げから約5分近く経っております。この1トン近くある太鼓台を何度も差し上げるのは非常に力のいる、そしてタイミングも難しい仕事でございます。美しく書き上がった横瀬太鼓台、そして倉中太鼓台、高野部太鼓台、素晴らしい書き上げです。実行委員会からのお願いです。書き上げをしてない地区の、太鼓台から、安全管理員という形で、何名か出してもらって、観客の安全、そして、まあ、太鼓台同士がぶつからないよりの配慮をお願いいたします。太鼓台、各神社氏子衆の皆様が法被を着て太鼓台を動かしております。その周りには観客の皆様もいらっしゃいますが、皆様十分ご注意ください。そして実行委員会の方から先ほど運行していない、太鼓台の皆様にお願いがございました。
各々第一グループの太鼓台の間に入って、安全の確保よろしくお願いいたします。あ、美しい、綺麗に差し上がっております。倉中横瀬の太鼓台でございます。ともに倉中太鼓台、そして高野部太鼓台もかき上げを行っております。高野部太鼓台優勝、そして華麗に金色に輝く猛虎虎がトレードマークでございます。高野部太鼓台テーマの色は赤と黒、まさに男らしい高野部太鼓台の赤と黒が高く高く差し上がりました。さあそろそろ、そろそろのお時間でございます。残り、2分ほどになってまいりました。第一グループのかき上げ2分ほど、残り2分ほどになってまいりました。太鼓の音がどんどんとこの琴平町西町営駐車場に、高らかに鳴り響いております。さあ第一グループ、残りの時間はわずかとなりました。さあ鐘が鳴りながらの書きながら戻る感じですかね、香川さん。はい、あと1分2分少々ですので、最後の、書き上げ書きながら、最初の定位置に戻ってください。これより最後の書き上げとなります。第一グループ太鼓台の皆さん、書き上げながら所定の場所にお戻りください。そして第二グループの西中、西山、鳩か、石渕の4太鼓台は、続いて、書き比べが始まりますので準備の方お願いします。さあ第一グループの入り乱れて町内入り乱れて神社入り乱れての書き比べ、まず第一グループ、そろそろのお時間でございます。こちら最後の書き上げ行われているところですね。大きな拍手が横瀬から巻き上がりました。さあこれよりはこの太鼓台